ある研究で小児期逆境体験、子どもの頃に虐待や放置などによるストレスを受ける体験をすると、成人後、肥満、心血管疾患や糖尿病などの発症率が高いことが分かりました。これは事実です。しかし希望があります。親の習慣と子どもの健康に関する行動には密接な関係があります。805組の親子を対象とした研究を見ると、親から愛情と責任を感じて育つ子どもは、栄養価の高い食べ物を好み、愛情と責任を感じられない環境で育つ子どもはより不健康で、カロリーの高い食べ物を選ぶ傾向があるとのことです。子どもの健康的な未来のために、子どもを愛しましょう。